ラウル・エントレリオス・ロドリゲスは、スペイン・アストリアス州アストリアス県、基本出身のハンドボール選手。リーガ・ソブルの FC バルセロナ・ラッサ所属。実刑も同じくハンドボール選手のアルベルト、エントレリオス。2001年、リーガ・ソブルのカヤ・エスパー・ャーデマルに加入。2003年には、スペイン代表に選出され、2005年の世界選手権では、金メダルを獲得した。 2007年に CB、バリアドリットへ移籍。2009から10年シーズンには、初のベストセブンを受賞した。同シーズン限りでバリアドリットを退団。2010年、古巣のアデマル・レオンからのオファーに、基本合意していたが、約30万ユーロの違約金を支払い、FC バルセロナへ移籍した。移籍後の2010から11年シーズンでは2年連続となる、ベストセブンを受賞。 2011年12月23日にバルセロナと2014の15年シーズンまでの契約延長に合意した。2014年5月27日にバルセロナと2017の18年シーズンまでの契約延長に合意した。2016年の欧州選手権では最優秀選手に選出された。ありがとうございます。